いやー、なんかこいつからさ、ブシュって出てきそうな気がするよね。うん。よかったよかった。群れがすごい。群れがすごいんじゃん。どこだ？どっち？来た来た。おら、くれ、こら。Centrifuge and gyros are both 100% and やばいやstabilized. ばいやばい。Now get out of there 走れ走 and れ。focus on the engine. は？は？の弾。あ、おおおおおお、嘘やろ。あいつ。潰れろ。あ、潰れたね。絶対ふっ、ふっと、お前、卑怯だろ。なんでお前。卑怯だろ、お前。やばい、弾切れてる。あ、踏め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 。くそ。はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日も、デッドスペースね、やっていきたいと思います。前回ですね、主人公補正がない感じでね、前回ですね、そうだね、エンジンを、再度点火して、軌道の修正を行おうと、する作業に取り組んでたところで終わりましたね。で、今はね、遠心装置とエンジンの燃料の補給が完了したんで、あとはね、エンジンを手動点火すれば、軌道を元に戻せるみたいです。そうすれば安定した航行がね、できるみたいなんで、今から、そうだね、エンジンを点火させに行きたいと思います。それで、前回、あれでしたね。主人公補正も全くかからないで、アイザックバラバラになりましたね。そう、このゲームはね、他のゲームと違って、主人公も問答無用でぐちゃぐちゃになるんで。まあ、そこがね、まあ、ある種の。おおおおお、なんじゃ、何、やめて、あ、待て、バカ、離せって。あ、違う、そこだ、怖、そこ狙わんと死ぬ、ちょっと待って、バカ。オッケー。はあ、ワームが、触手がね。そう、まあ、そこがね、売りの一つなんですよね。このゲームの。主人公もバラバラになってしまうという、そのリアリティを追求した、ゲームですね。で、ああ、そっから出てきたんだね、そっから。マジビビった。ちょっと来ないね。近くにショップあったっけ？ショップがあれば。売りたいんだけど、なさそうだね。来るか？来ない。おお、来たやん。来る？落ちては来ない？落ちては来ないですね。本当か？あいつどこ行ったんだ？おお！角待ちしてた。で、死んでる。角待ちしてやがった。普通にね、上とか伝ってどっか逃げたのかなって思ったんだけど、シンプルだったね、今回の待ち伏せは。多分ね、スーツ強化できるんじゃないかな、もう。強化できるんだったら、持てる数っていうのが増えるんで、上の2つ回収できる。お、来た。They attacked me. I ran for it, and Hammond just. He just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the root and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the Marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. マーカー自体はね、掘る前からね、なんて言えばいいのかな。そうだね、周辺にいる。一定の範囲にいる人たちにね、影響を及ぼす効果があったみたいですね。まあ、なんて言うのかな。伝播した。
うん、電波した感じっぽい。ショップあるよな。生きてました皆さん、ケンドラ。うん、今まで音沙汰がありませんでしたけど。だっただった、走行システムもあったんだった、忘れてた。これでちょっとまあ不要かなって思うのは、そう、預けることができるんですよね。下田、保管庫システムを忘れてた。今まで表示されてたのに。ちょっと回収してこよう。半導体撃って、なんかすげえ言ってんな。また、死体が回転してるけ？あ、リッパー買っとこう。リッパー買います。前回言ってた電動ノコギリ。電動ノコギリっていうか遠隔で飛ばすノコギリですね。これだ。ほら、ブシュって飛ばすんですよ。点火はどっちだ？あー、そういうこと？ん？こっちか。あれ、こっち。あ、開いてる。ここ開いてなかったんですよ。多分、燃料が供給されたから開いたんでしょうね。あれ？開かない。開いた開いた。また？うわぁ、ちょっと、70秒。しんどいな。待て。ああ、そういうタイプか。え？どこ行くのこれ。は？は？ちょっと待って、これ一回戻ろう。待って。え？ちょっと、窒息し、あ、やばいやばい。やばいやばい。死ぬ死ぬ。あと40秒。はい。ちょ、一回戻って、酸素を補給しましょう。多分上だよね。上の方だと思う。走れ。下じゃなくて、下じゃなくて、上じゃない？こっちで、お？待て。え？あ、やばい。わからん。助けて、わかんない。外れた。どこだよ。そこ、そっちだ、そっちだ。オッケー。これで、え？え？今俺そっちから来たんだよね。って、お、オープンで、オープンで、オープンで、来てた。ちょっと待って。あ、いける？いけた、いけた。はい。くるくるくる、来いよ。入れ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 。入れ。オッケー、オッケー。あぶねえ。これさ、上下とかも逆さになるから分かりづらいんだよね。医療が。いるな。いる。うるさい。すごくうるさい。すごくうるさい。侵食されてますね。点火させる場所、いた。いたいたいた。点火させる場所はどこかな？わかんない。登っては来ないね。こっち行こう。はい。ん？倉庫だ。倉庫。オッケーオッケーオッケー。パワーノード取って。はい。なんかいいアイテムあんだっけ？ログだ、ログ。技術者のログみたい。うん。船の至るところで見られる未確認、物体の成長は今や機関室にまで及んだ。こいつが一体何なのか、誰かが壁中に奴らの腹綿を投げつけたみたいだ。誰かが壁中に奴らの腹綿を投げつけたみたいだ。わからないが、非常にムカつくことに、俺たちが切り裂くより早く一体に広がっていく。すでにエンジンスポークに入り込んでいて、すぐにそれを止める方法が見つからなければ、あさってには機関の心臓部をやられちまうんだ。やられちまうだろう。こいつは俺の範疇を超えた状況なんだから、学者が
調査をすることを願うよ。あの触手っぽいやつがね、広がっていってるって言ってるね。で、もうちょいするとエンジンが完全にお釈迦になると、おそらくそういったことを言ってるはず。だからそれを取り除かないといけないんだけど、果たしてアイザックはね、取り除くことができるんですかね。待って、走れないんだけど。そういうことか。下のね、このネチャネチャしてるやつが、アイザックを走れなくしてるみたい。まずいな。ここまずいぞ。ん？止まった。ここ？来ない。なんか、声が聞こえる。音楽ではないね。音楽ではない。多分人が喋ってる声。なんだ？なんだ？ブシュブシュしてる。ブシュブシュしてますよ。来る？ああ！あ！ちょっと！ほら！燃えろ！OK。お前らの対処法は学んだ。こんだけ？いやー、なんかこいつからさ、ブシュって出てきそうな気がするよね。うん。多分出てくると思う。どうだ？出てこない？出てこない？ごめんな。あの、ネクロ毛布にならないように、加工しないといけない。お前を。お前を加工しないといけないんだ。許してくれ。見て。は？あれ何？動いたけど。動いたよ。あ、そういうことか。こいつの声みたい。さっきから聞こえてたの。ほら。これはもう人なのか何なのか分かんないですね。ちょっとまあ、成仏してもらおうか。少しはなんか人間の意識があったかもしれないね。まあでも、これでね、楽にしてあげるのが一番だと思うんで。パワーロック稼働中。俺！眠れ！楽にしてやる。楽にしてやる。OK。楽にしてやる。もう人思いにね、あの、楽にしてあげた方がいいですから、こういった時は。おおおお！ああ、バカめ、バカめ。いやいや、まだ生きてた。あいつ、これないでしょ。こいつは知能が低かったみたいだな。お前のスピードじゃね、お前のスピードじゃ、ここはね、乗り切れない。残念。じゃあ、オッケー。はい、で。もう行ったよね、行ってます。来た。おっと、なんか襲ってない？違うか、なんか襲いかかってる風に見えたけど。ほら、ボッと燃えろ。燃えない。ちょっと待って、いいよ。オッケー。で、じゃあ使うか。行くよ、発射します。発射？あ、そうだった。おらおら。オッケー。こんな感じで、あの、一定距離まで飛ばして、その場で高速回転するんですよ。それが、この、ブレードの効果ですね。だから、刃が回転してる間は、もうぐるってこう、体を一周させて、360度回転切りがね、できるんですよね。上？あ、セーブ来た。セーブ。なんか、ボス戦の匂いがすんな。そろそろね、あの、まあ、さっき、触手って言ってたから、ボス枠で出てきてもおかしくないよね。こっちね。ほい。死体を引きずってるよ。何してんの、あいつら。のっそのっそしてますけど、気づいてないね。あ、今切ればよかったな、これで。ね、
切ればよかった。バレたら大惨事ですよ、皆さん。バレましたね。はい、スパン。はい、スパン。足切って。ちょっと出ようか。ゆっくり処理して、調理してあげて。はい。はい。気づいた？気づいたね。ほら、死体で遊んじゃダメ。死体で遊んじゃダメよ。な、まだ出てくんのか。あれ？あれ？みんなやべえぞ。やべえやつ出てきたぞ。あいつ誰だ？幼虫を出すタイプ。幼虫っていうか、チビを出すタイプだ。しかも生きてるし、あいつ。まだ。いやー、ちょっと厄介なやつだね。死に切らなくてもね、こいつらを生成するみたい。おーっと。おーっと。まだか。え？ちょっと、思っていたよりかね、数がいた。結構使ったな、燃料。そこだね。そこで点火できるんだ。手動点火できるけど、ちょっと待って、マップが広いからさ、ボス戦だよ、ボス戦。ボス戦、ありえます。こんだけしかもプラズマエナジーもね、落ちてるから、弾が。なるほど。爆発させるための缶もあるってことは、ま、ここを行って、2個ぐらいちょっとちゃんと配置しとこうか。ここぐらいかな。リッパーブレード使えそうだね。じゃあ、点火させます。来るやろ？来るやろ？お、来いよ。来いよ、来んやろ。来んやろ。来てる、来てる。来てる。OK。まず一体。やるか。リッパーブレードリッパーブレードいけついて。嘘嘘。OK。このね、ノコギリは、ありです。飛ばすこともできますね、特殊能力で。やばいやばい。そうだった。忘れてた。戻れ戻れ。オッケー。よよ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 。あ、爆死した？大丈夫？よかったよかった。待って待って待って。やばい。いけいけいけ。群れがすごい。群れがすごいんじゃん。群れがすごい。やばい、死ぬ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 。ごめん、死ぬかも。ちょっと待って。ブレードばっか使いすぎた。ブレードばっか使いすぎた。ちょっと待って。ブレードばっか使いすぎた。ちょっと待って、回復せんとやばい。ね、ブレード欠点があったわ。回復して。危ない危ない、後ろ後ろ後ろ。こっちだけだ、残り。来る？第二陣来ちゃう？大丈夫か？終わった？終わったくさい、終わったくさい、終わったくさい。よかった。勝った。リッパーね、このノコギリなんですけど、そう、欠点がありました。一定の距離まで行って、その場で回転するんですけど、発射して、その刃と、リッパーの機械の間の空間って何もないんで、そこにね、入られてしまうと、ネクロモーフに、ダメージ受けないんですよ。そう、だから近接に弱いんですよね、このリッパーって。実は。ただ、まあ今ちょっと見ててもらった人はわかると思うんですけど、下にグイって引っ張ってくれば、刃もね、引き寄せることができるんですよ。ただね、攻撃対象がね、足にしかならないんで、大きなダメージはね、与えられないんですよね。でした。リッパーはこういったね、欠点がありました。え、これまだついてないの？天下の承認。え、まだ来るってこと？ちょっと待って。まだ来るはね、草ですよ。聞いてないです。来た？天下した。すげえ。
え、これ舌通っても大丈夫なの？死なないかな？大丈夫？すげえ上で火吹いてるけど。これでおそらく来た。We're online and functional. Finally, some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostation. Wait, wait, we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it! I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can.ごめん、今会話逃してたんだけど、何だった？ケンドラとハモンドがなんか揉めてましたね。悪いことは重なるものだ。我々は墜落は免れたが、惑星を囲んでいる小惑星フィールドによってバラバラに粉砕されてしまうだろう。俺はブリッジに行きハモンドに会わなければならない。あ、そういうことね。ハモンドが今コンピューターで解析した結果、なんかそういった小惑星フィールドっていうね、バリアみたいなのがあって、そこに突っ込もうとしてるみたいですね。で、エンジンがついてなかったことによってね、墜落をしようとしてたんだ。あー、なるほど。それを防いだんですけど、次はそうだね、シールドみたいですね。はい、ということで、本日はですね、ここまでにしておきたいと思います。で、新しい武器、工業用カッターですかね、を手に入れました。とてもね、特徴的な武器で、まあ、強力ではあるんですけど、刃が飛んでるところを通過されたら、こっちがね、無防備になってしまうんで、まあそういったデメリットもあるんですけど、まあいい具合にね、使っていければいいかなと思います。はい。ということで、またね、この続きもぜひとも見てやってください。島津のデッドスペースになりました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。